リーブルビルはアフリカにあるガボン共和国の首都で同国北西部に位置する。行政上はエスチュエール州に属すコミューンである。人口は73万人。ガボン川大河口に面し、ギニア湾にも近く、交易の中心地である。北緯零度22分30秒、統計9度25分にある。リーブルビル周辺の地域はかつては不毛の地であり。 長い間ムポンゲ族が居住していたが、1839年にフランスに支配され、1843年に公益都市としてガボンが建設された。解放奴隷が多く送られ、1848年、彼らにより名前がガボンからリーブルビルへと変えられた。また、1934年から1946年までは、フランス領赤道アフリカの貿易をリードする。 港湾都市であった。1946年以降は商業取引の拠点として比較的ゆっくり成長していった。その後、国がフランスから独立し、それとともにリーブルビルも発展し、1960年の独立時に3万1000人だった人口が、現在ではガボンの人口の半分近くが集中するまでになった。以下はリーブルビル市内の主な地区である。 北にある地区から掲載している。ガボンの地方行政区分は、基本的に州県軍、コミューンの三層となっているが、リーブルビルは特別なコミューンとして、県と同格地位にある。そのため、しばし、リーブルビル県と称されることがある。リーブルビルは6つの行政区に分けられており、これは、軍、コミューンにあたるものである。リーブルビルの観光地としては、 国立伝統芸術博物館、フランス文化センター、セーマリー大聖堂、ウケンボ、アルボレトムドシュバングなどが挙げられる。リーブルビルの空の玄関はリーブルビル国際空港でアフリカの各都市やフランスと結ばれている。欠片の気候区分では熱帯モンスーン気候に属する。ガボン、アドミニストレイティブディビジョン。 シティ・ポピュレーションで2018年5月16日閲覧。ガボン共和国リーブルビルレーサイ漁業支援センター、建設計画予備調査報告書。国際協力機構の損開発部。P42-178-2019 年1月8日閲覧。リザルト・ツグ・リボージュリー・センスメント・ジェネラル・デラ・ポピュレーション・イデ・ロジメンツで 2013DU ・ガボン。 2018年5月16日閲覧。リーブルビルクライメートノーマルズ19611990。ナショナルオーシャニックアトモスフェリックアドミニストレーション。2015年9月10日閲覧。ありがとうございます。